映画福田村事件、まだ見ていません。怖い映画なのかな。八つ墓村みたいな。福田村は千葉県野田市。何が起きたの？日本人同士の悲しい事件らしい。香川県の被差別部落って何？事件と関係あるのかな？被差別部落とは、封建時代の身分制度により生活全般を制限され、明治時代に廃止された。最近まであったとか、同和問題、部落差別、生まれたところで差別、誰が、企業が、就職や結婚等での差別があったみたい。100年前の関東大震災の5日後の事件。香川県からの薬の行商団が福田村を、男女15人の集団が通過しようとした。ここから少し朝鮮の歴史背景を勉強したよ。韓国、併合。朝鮮半島と満州の支配権をめぐる日露戦争の後、1910年に韓国併合へ基づき、大日本帝国が大韓帝国を併合して統治下に置いた出来事。三日運動。1919年、大正8年、3月1日に、日本統治時代の朝鮮で発生した大日本帝国からの独立運動。関東大震災の4年前の暴動である。関東大震災直後、4日には千葉県にも、緊急勅令によって戒厳令の一部規定が適用され、同時に官民一体となって朝鮮人などを取り締まるために自警団が組織強化された。この映画は想像すると、部落差別、朝鮮人差別と大震災で大混乱の中での狂った人間を描いたのでは。映画福田村事件はやはり相当覚悟してみなくてはいけませんね。